今日は白血球と感染をテーマにお送りします。皆さんこんにちは、看護師のしきです。白血球はですね、とても大事です。どの診療科でも見ますね。病院で入院している時の検査だけではなくて、例えばクリニックで採血した時や健康診断などの採血をした時も必ずと言っていいほど検査します。では白血球は一体どんな働きをしているのか、分かりやすく説明していきますね。白血球は病棟で呼ぶときは、そのまま白血球って呼ぶ人と、ワイセと呼ぶ人がいます。ワイセの由来はドイツ語のこれですね。読めないですね。前回のヘモグロビンの略称、ハーベンもドイツ語読みだったので、検査値はドイツ語とつながってるようですね。私は白血球とそのまま呼ぶ派なのですが、ワイセと呼ぶ人も多いので、ワイセイコール白血球と結びつけられるようにしておいてくださいね。本など書いてある文字では WBC と表記されるのを見ますが、呼ぶときに WBC と呼ぶ人は私はまだ出会ったことないですね。白血球は簡単に言うと血液の成分の一つで、体を病原体などから守ってくれます。白血球には実は種類があるんです。顆粒球である好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球である B 細胞、T 細胞、ナチュラルキラー細胞です。それぞれ体を守るための役割を持っています。好中球は体内に侵入した細菌などの異物を取り込んで殺菌する機能があります。皆さん働く細胞って知っていますか？漫画があってアニメにもなっているんですが、その作品で細菌と戦っている白血球さんという男の人がいるんです。あの人は設定では白血球好中球科に所属と言っていて、つまり好中球なんです。作品でも細菌と実際戦っているシーンがありますね。働く細胞では他の登場人物でも好酸球などのキャラクターとしてそれぞれ書かれているので、どういうふうな働きをしているのかがすごくイメージしやすいんですね。血液の働きをはじめとして全身状態が分かりやすく楽しく学べるので、働く細胞おすすめですよ。白血球の基準値はこのようになります。病院によって微妙に値が違うので、所属している病院の値も確認してみてくださいね。また個人差や年齢差もあります。白血球は基準値より高い状態も低い状態も病棟ではよく見ます。代表的なものとして、基準値より高い場合は細菌感染症、血液疾患、アレルギー性疾患、全身性もしくは局所性の炎症などの可能性があります。基準値より低い場合は重症の感染症や骨髄抑制、こちらも血液疾患が影響している可能性があります。他にももちろん可能性のある疾患などはあるので、詳しく知りたいという方は調べてみてくださいね。先ほど白血球には種類があるとお話ししたのですが、それぞれ役割があるんです。好中球は先ほどお話ししたように細菌に反応しますし、あと特徴的なものとしては好酸球は寄生虫などに、リンパ球はウイルスなどに反応したりします。なので白血球の値が基準値より離れている場合は、原因の精査のために好中球や好酸球などの値も確認することもあります。では感染症についてお話ししますね。白血球の値は血液疾患や他の疾患や症状にももちろん影響しますが、今回はその中でも代表的な感染症について扱いますね。感染症というのは本当に幅が広くて原因も様々です。尿路感染やあと肺炎とか敗血症などたくさんあります。状態によっては命にも関わるので、早急な対応が必要な場合もあります。感染の可能性が疑われる場合というのは、まずそもそも感染であるのか、感染であれば原因は何かをドクターは検討するんですね。そして原因を突き止める、もしくは原因と考えられる可能性が高いものを推定して治療が始まります。その感染症の指標の一つとして白血球の値が大切になります。
感染が疑われる場合に他に見る検査項目として挙げられるものもあるのですが、その中でも今回は CRP を紹介しますね。CRP は C 反応性タンパクとも言います。病棟ではみんな CRP と呼びますね。基準値はこのようになります。簡単に言うと炎症の程度を把握する指標となります。CRP も現場ではよく見る指標なので覚えておいてくださいね。感染症というのは誰にでも起こりうる可能性があるんです。特に病院では感染症が起こらないように、私たち医療スタッフは最善の努力をしているんですが、可能性をゼロにするということは難しいという現実はあります。そのため、検査データだけではなく、普段から患者さんに感染兆候がないか観察することもとても大事です。発熱はないか、その他のバイタルサインに異常はないか、あと術後であれば傷口に問題はないか、患者さんの自覚症状としては頭痛や悪寒がないかなど、患者さんの状態に変化はないか意識しながら接して、異常の早期発見に努めることが大事ですね。白血球の値は様々な病原体であったり、アレルギー物質に影響されます。ストレスなどでも基準値より上昇することがあるので、白血球の値がおかしいなと感じたら、他に患者さんの症状はないか、疾患との関連性だったり、他の検査の値など総合的に見て、患者さんのどこに注意するべきなのか、どこを観察するべきなのかなどを考えて行動できるといいですね。ただ総合的に見てといっても最初は難しいと思います。いくら本で調べても、私もそうだったんですけど、納得いく答えが見つからないっていうこともあるんですよね。私は未だにあります。そういう時は先輩やドクターなどに聞いてみると明らかになりますよ。勉強する時は周りの人の力を借りることも大事かなって思います。検査値と病態と患者さんの症状と、あと処方された薬とこう全部つながってるんだな、一つずつ調べて知識をつけていきました。どんどんつながると楽しくなってきますよ。この動画も皆さんのお役に少しでも立てると嬉しいです。それでは今日の動画は以上になります。次回はアルブミンと低栄養についてお話ししていく予定です。今回の動画が役に立ったよという方はぜひいいねボタンお願いします。検査値の動画どんどん更新していくので、見逃したくないよという方はぜひチャンネル登録してくださいね。 Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひフォローしてください。コメント欄にコメントもお待ちしておりますよ。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。